痛いよ。先日のキャンプでやけどをしたカツオでございます。痛いですね。なんかね、キャンプをやってるとやっぱりね、どん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 手に傷やらもうね、ガサガサだしね、はい、こういう風になってきますので、これもね、クッカーもね、ほら汚れてくるしね、まあ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 、こんな感じでいいんじゃないですか。はい、ということで今日はね、これですよ。じゃじゃーん、豚肉じゃないですよ、獅子肉ですよ。いやね、初めて言うんですが、私のね、あの相方が岡山出身なんで、まあ、岡山ってね、結構まあ、山の方なんですけれども、獅子とかね、イノシシとか鹿とかね、結構害獣駆除という名のもとに、まあ、駆除されてるらしいんです。それをね、結構皆さん食べられる習慣があるということで、はい、こんなものをよくもらったりしますよ。はい、ということで今日はね、これを使って獅子肉のね、生姜焼きでも作ってみようかなと思ってます。で、その前にその生姜焼きのタレをね、まず作っていきたいと思います。はい、じゃあね、肉を焼いていく前にまずはね、オーソドックスな、はい、生姜焼きのタレを作っておきましょう。はい、じゃあまずはニンニクすりおろしニンニクですよ。でこれをちょっとたっぷりめにね、入れましょうか。はい、ドーンといきましょう。はい、刻み生姜、はい、これもたっぷりめにいきましょう。どっさりね、いきましょう。ザサッと、はい、こんな感じ入れていきます。はい、ドボドボドボ、もう適量ですね、もう適当ですね、こんなもんは。これぐらいかな。はい、ちょっとね、ここにね、やっぱり砂糖をね、入れたいですよね。はい、砂糖を入れるとね、やっぱりね、隠し味的にね、美味しくなるんですよね。なのでここに、まあ、これぐらいかな、はい、ちょっと入れましょう。はい、そしたら私ごまが好きなんで、ごまもちょっと入れちゃいますよ。まあ、本来はね、ごまなんか入れなくてもいいんですけど、これをちょっと入れたいと思います。よし、はい、こんな感じかな。よし、これで OK ということで、これをかき混ぜていきます。さあ、早速作っていこうぜ。音楽変更。まずは油、ちょっとね、油を軽くでいいですよ。これね、結構ね、獅子肉でね、油乗ってるんでね。はい、で、はい、火つける。はい、行くぜ。さあ焼いていきますよ。ね、そうだよな、油乗ってな。これね、もうね、今日ね、全部いっちゃいますよ、これ。こんな量だけどね。はい、いっとけ。はい、やっぱり。はい、じゃあ、はい、じゃあ、ダンダンダン。ヘイヘイ。胡椒。ちょっとこれアップですよね。よし、なるほど。そしたらね、ちょっともやしもいっちゃいましょうか。もやしもう一つもいっちゃうよ。ガッサーガッサー、よし、押し込んで、はい。そしたらね、さっきのね、これね、いきますよ。ただいいんじゃない、よし、はい、じゃあしばらく炒めていきます。いいんじゃない、いい香りしてきたよ。 OK、 さあこれを、はい、盛り付けて実食と参りましょう。
ということで、はい、完成いたしましょう。うわ、うまそう。わざとね、タワー型にしてみました。タワー型っていうか、富士山富士山盛りと名付けときましょうか。はい、できました。でね、当然ね、私大食いですから、ご飯は、はい、2合でございますよ。この大きさですよ。半端ないでしょじゃあ食っていきましょう。絶対これうまいでしょう。いきますよ。とりあえずね、この獅子のとこね、これね、うまそう。ほら、獅子がありますよ。やっぱりね、豚とはね違ってね、なんて言うんだろう、味が濃いというか、野生味のあるね、あの味がする。ご飯、なんかメガネが曇るから、今日は取ってきますね。はい。めちゃくちゃうまい。ご飯に合うな、これ。もやしもいい。最高。飯が進むわ。ということで、今日はね、別に獅子肉作って獅子肉のね、これを食うためのね、動画じゃないんですよ何かと言いますと、それはね、昨日、動画を撮っておきましたので、あるね、キャンプ道具をね、紹介する今日は動画でございます。そちらをね、ぜひまずはご覧ください。で、まずはご覧くださいじゃなくてご覧いただいている間に、私ね、これずっと食っときますんで、後でね、食ってる、完食する、動画流しますので、まあ、良ければ見てください。ということで、スタートー。はい。今日はですね、前回の中津川のキャンプの時に、車の上にね、このマグネット式、強力マグネット式のフックを、車の上につけまして、で、ここにね、タープを引っ掛けるという、カーサイドタープというのをやろうと思ったんですが、どうしてもね、このマグネットの力が横向きの、まあ、風とか来た時に外れちゃったんですよ。で、もったいなかったので、今ね、こうキッチンの、はい、この換気扇のところの上にね、くっつけました。で、そこにですね、この鉄筋の棒を通して、はい、このようにキャンプ道具かなんかをぶら下げちゃってテンションが上がっている私でございます。はい。でね、今日はね、はい、これも紹介したいんです。はい、いきますよ。これでございます。はい、 LED のランタンですよ。でね、これここにボタンがありますから、これをまず押すとですね、はい、このようにちょっと明るいんでね、こっち側は向けませんが、はい、このように先を照らす、まあ、懐中電灯の役目を果たしてます。もう一回押すと消えますね。で、これもう一回ね、押しますよ。ポンと押して、もう一回ポンと押すと、こうやって、はい、チカチカ、もう一回押すとゆっくりのチカチカという感じです。はい。で、この後ちょっとね、またこれの便利なところをちょっとご紹介いたします。はい、じゃあ早速詳しく紹介していきますよ。これのまずね、いいところ、はい、ここにね、こういう取っ手がありますから、取っ手で、はい、ここにぶら下げて使うことができます。さらにさらに、この横にもね、こう取っ手があるんですよ。ですから、こういう形でぶら下げることも可能ということですね。これよく考えられてますよね。で、先ほどね、ここのボタン、ここのボタンを押したら、こういうふうに、はい、照らすことができるわけじゃないですか。でもね、これすごいんです。これ一回消しますよ。消して、これね、実は引っ張ると、ほら、こういう風に電源が勝手に入ります。で、閉じればね、このように消える方式で、さらにさらにすごいのが、これね、こういう風に引っ張った時には、ここの電源だけなんですけど、ここでね、ボタンを押すと、向こうにも照らしながら、ここもついてる。つまり懐中電灯とランタン、ダブルで行くことができるという商品なんですよ。ちょっとこれ消しますよ。で、これ消して、でね、はい、これは USB で、充電ができますから、ここね、ここに穴があって、これを、はい、この専用のね、コードでつないで、パソコンとつないだりしてね、充電することができます。で、さらにさらにさらにすごいのが、これね、後ろこれね、回すことができまして、これ取りますとですね、後ろに
単三電池、これちょっと見えづらいんですが、単三ね3つ入れられます。ですから電池でもライトをつけることができるということで、これいいですよね。でさらにこっち戻しますね。戻してほいほいほい、これねいいところは後ろ見てくださいよ。このね底のところにマグネットがついてるので、例えばですよ、これ同じように、はい、つくことができる。そしてこれができれば、例えばですけどキャンプの現場で、車のボディとかにねペタッとくっつけて、でここで引っ張れば、はい、ボディの横から明かりが来ると。でさらにここに今上についてますからね、これボタン押せば下にも照らせるわけですよ。これ良くないですか？これね絶対おすすめです。しかも値段が1650円かな、まあ、とにかく安くてこんだけ多機能、はい、ぜひこれお試しください。おすすめです。はい、今ですねずっとこのランタンの部分だけをつけた状態で、どれぐらい電力が持つのか検証してます。今ねちょうど5時間経過しましたね。で、電池は入れてません。あくまで USB で充電をし、満タンな状態からどれぐらい持つのかを検証してます。今ね5時間でちょっとねやっぱり電力は明かりは弱くなってますが、まだねついてますね。ですのでまあキャンプ地でねちょっと写真撮影したいとか動画撮影したいという時だけ使うのであれば、まあ十分持つんじゃないでしょうか。はい、あれからさらに2時間経ちました。7時間経ってもまだついてますね。で、商品説明には約5時間と書いてあるんですけど、7時間経った今もついてます。いやー、なかなかいいですね。はい、皆さんおはようございます。今ね起きましたらまだねついてました。ほらね、まあ明るさはね当然暗くなってきちゃってるんですけど、まだついてる。今ね14時間経過してますよ、ということでございました。なかなかねこいつタフだな。どうか、もう終わっちゃいましたね。はい、今ねもうちょっとなんですよ、これもねもうちょっとこれぐらいで食べましたよ、まあ、ということで、はい、いかがでしたでしょうか。ねこれ LED ランタン、これいいですよね。ちょっとね明るいんでね目気をつけてくださいよ。ちょっとねこういう風にね、ほら明るいし、ここのボタンを押せば前にもつくし、はい、こういう風にも吊るせるといったようなものです。で結局ね14時間以上持ちましたよ、ということで、これねしかもね値段がね1650円ですから、めちゃくちゃ安いですよ。でこの明るさ、ぜひ皆さんお試しください、ということで、私この後これをねちゃんと完食していきたいと思います。それでは本日のランジはこれにて終了となります。また次回ご覧ください。よろしくお願いいたします。それではさようなら。アツオでした。